ワンサッヤピマルです。はい、ということで今日はパームを使ってね、やっていきたいなと思います。エメラルドハント、サイボームレツ、まあ、パーム自体もくっそ弱いから今なんかバトロイだったら強いっていうのを聞くんですけど、バトロイって俺はあんま行かないからパームはあんま使わないですけども、なんかね、こういうね、ちょっと待って、虫がいる。あー、ダル、もう虫ちょっと捕まえたい、虫捕まえたい。どこ行った、もう、もういいか。とりあえずパームはなんか今本当に弱いんで、なんか全体的に全部に弱い。ビット、ティックとかね。そいつらに弱いし、クローもなんか近づいたらやれそうじゃないですか。火力あって、みたいな。負けたんですよ。ええー、と思って。多分、やれるんですけど、ちょっと五分五分になっちゃうんだと思う。だからパムって今ちょっとね、弱の弱なんで、ちょっとね、そちらのね、使い方をね、どっかで見つけられたらいいかなと思います。ということで、マッチング長いにカットしていきましょう。さあ、行きやっしょー。1戦目マッチングがめちゃくちゃ長くて、俺正直眠たい。はいはい、行きましょう。実況がヘムたい、なんでヘムたいって何ですか。実況が眠たいかもしれないですけども、ローサが飛んできたら申し訳ございません。ローサと誰、クロー、やめてくれって。もうクロー来るんだったら言ってくれ、最初から言ってくれたらもう待ってたのに。ローサは待ってたから許すっていう感じですかね。はい、謎実況。いや、マジで眠い。頭やばい。おかしくなった。やばい。肩もおかしくなっちゃうよ。ラグいって。いやー。ほら。オーケーオーケー。このパムの、ヘアバッグだっけ、なんかペアバッグかわかんないけど、ペアバッグって何すか。ペアバッグとは、下から打ってあげて、横にいると。横にいないと。もう疲れた。喋るの疲れたよ、もう。やっぱり2日間寝てなかったから、で、昨日初めてっていうか、その、久々に寝たんですけど、ちょっと待って。やっぱ喋るのやめていい？オーケー、オーケー、ナイス！回復の中にいるぞ、俺。ナイス！チョキピー、うまい！そこの3つを拾ったら GG なんですけども、拾えるかどうかっていうところがすごい重要なところと。なんか取る？いいか。強い。はい。オーケー、GG。よかったよかった。危な危な。さあ、どんどん行きましょう。あとちょっとで1000まで行く。まあ、多分今の感じだと、なんだっけな、真ん中から行って、これサイドっすね、ここは。ミッドでやると多分普通にエリザベスに、ポコチンポコチンやられるんで、まあ、サイドから行って、まあ、ミッド2つなイメージ、ミッド2つでいるイメージ。そうすることによって、まあ、左っていうのは絶対、バネでしか飛んでこない。なんでいるの？なんでいるの？俺こっち来るってよ。サッカーにいたのに山田 YouTube。ダラララ。しかも眠いから当たりたくなかったよ。真剣になってやりたくないもん、山さんと。もう、トロ上げ中は真剣になってできねえから。あ、山さん、ダリル乗ると溜めてますね。線生かして山田、おい、やるぞ山田。まあ、強キャラ使えばなんとか勝てそうだから、強キャラ使ってるね。ティックという強キャラ使っとるね。こっちも強キャラのビビいるからまだ安心だね。生きたね。強キャラのビビダリルにやられちゃったね。おれい、アルシテが、コルト。アルシテのこと多分ね、線いくつまで行ってたはず。いや、これ誰や、どうしようか。行くか。俺が多分これ行かなきゃいけない。助けろ。よーし、お助けだぜ。行け行け行け。ファッションに詰めるぜ、ファッション、ファッション。ファッション、ファッションだぜ。ファッション、ファッションしようぜ。あ。でも、チョゲピが飛べるのが結構でかい。飛ぶか。いや、でも、ダリルいるから怖いな。よいしょー。はいー。いいバネの使い方だぜ。これ置きますか。はい、ママの何バックだっけこれ。もう何バック、ペアバック、ペアルック、わかんないですけど、何でもいいですけど、500ダメージ毎回食らうんで、かなりお強いですよ。で、さらに、チョゲピがね、頭じゃねえ、間違えた。チョゲピがウルト使ってなかったっていうのは、すごいいいかなと思いました。GG、よかったー。たけー、山田たけー。
パムでよく勝てたな、こんな弱っちいキャラクターで。皆さん、パムのことどう思いますか？俺めちゃめちゃ弱いと思うんですけども、ぜひとも皆様、強いか弱いかっていうコメントをね、意見をください。さあ、マッチング長いんでカットしていきましょう。さあ、行きましょうと言いたいところなんですけども、さっきね、山田さんと当たったじゃないですか。あの時ね、ちょうど時間的にサッカーが、ブロストレイカーのマップが変わって、ヤマさんたち気づかない、そのままエメラルドハントに来ちゃってて、あの編成だったらしい。でもダリルとコロってさ、正直ここめちゃめちゃ相性はさ、悪くはないからさ、俺マジで、なんだろう、普通に当たったのかと、おわー、ちょっと待ってね。当たったのかと思ったんだけどさ、全然そんなことなくてさ、なんか気づかなくてマジで申し訳なかったなって。正直思います。だからさっきの試合は、俺らが勝ってマジ当たり前なんで、山田さんが下手とかさ、そういうなんかファッション面が下手とか言わないでいただけますか？お願いします。多分言わない人思うけどみんな。じゃあなんなら俺のが下手だと思ってるか。じゃあいいか。っていうことだけちょっとお伝えしようかなと思いました。はい。なんかコルトとさ、なんだっけあれ、ダリルだな。コルトとダリルが入ってて、で、ティックが入ってたから、なんか強キャラあと1体入れときゃいいか、みたいな、そんな感じの編成なのかなと思ったけど、普通にサッカーの編成でした。はい、すいません。っていうことです、皆様。はい、お願いします。とか話しつつ、今8個ですね。ちょっと待ってな。OK!なんか話しながらしたから俺どういう動きをしているとか動きの説明すらできなかったし、なんなら俺本当何をしてたかすら考えながらやってもなかったっていうね。ただなんか自然に自分の流れに任せてやっちゃったんで、この試合はちょっとよくわかんないです。何も言えなくて申し訳ない。山さんのことをちょっと伝えるのに必死でした。ということで、あと2回で1000いきます。パムはね、難しいですけども、俺的に新スタッフの方がいいかな。はい。まあでも、スタパなくても、まあ強いとは言わないけど、使えなくはないんで、ぜひとも、まあ、ここで使う、バトロイなんかな。でも、ここで使って勝ってるってことは、まあ、悪くはないのかな、と思うので、使ってみて、うわ、こいつ弱ってなったら使わなくてもいいし、まあ、バトロイ結構強いんで、ぜひともバトロイでパムは使ってみてください。ということで、マッチング長いんでカットしていきます。さあ、行きやーしょい。これ買って、この2個、あと2個か、あと2個買って、なんだろう、せんか。眠すぎる。とか言っちゃって。オーケー、うまい！チョゲちゃーん。もうチョゲってうますぎる。田辺さん来たよ、田辺さん。田辺さんを中に入れさせないので、こっからやるわ。チョゲって打たせて、で、リロードがなくなったかなとか思ったら、これ置いて、これでいい。近距離はマジで、てか、ニタにね、結構強い、こいつ。ニタとか、多分こういう系ね。こういう系。必殺技が強い系男子ね。一発の火力がそんなない。やつは強いです。クローはね、なんか死んないけど、ここまで近距離でってもね、勝てんかった。タラルト。言っても聞こえないのか。タラルトです。やめました。で、ここ座れたとして、もう、この回復ステーションね、これなんだっけあれ。ママのなんとかバッグだから、わお。ママのなんとかバッグだから、500ダメージ食らうんですよ。結構強い。ナイスチョギちゃん。ちょっとそれ、嫌い。いたのは聞いてないて。ねえ、もう、やだ。あ、オーマイガー。オッケー。いや、ちょっとだるい。いやー、どうしよう。弱いなー、ダメ。あぶねーな。あぶれーな、ボーイ。いけ、暗い500ダメージ。よしよしよし、この壁越しのあれが強い。撃たれて、どうしようもなくて終わりと。やばいってーマジでね。マジかー。なんか話してたら普通に負けた。うわ、ダンル。そうでしょ。もう強いよ、みんな上の方。
だるすぎな、マジで。もうやだ、もうせんつくんの大変すぎる。もうさあ、負けた次の試合、ここすごい大事だからやっていきましょう。試合いくぜ。ゴールデンママ負けた。完全にママ、完全にママって言ってますよね、パパね。ちょっと待って、間違えた。喋んないか、危ねえわ。ナイス。うまい。どうすんのそれ。あ、取ってバネに飛ぶんか。ああ、ナイス。うまい、うまい。なかなかだ。いや、でもさ、ボーどうしよっかな、これ。シーリーがきっと。出せるか。オッケー、危ねえ。よし。こうね、あと出た。なるほどね。はい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 。こうで死ぬから、まあ、俺が死ぬ方がいいんで、俺が死ぬんで、で、ここで、まあ、食らってるから、やばくねえか、これ、ちょっとやばくねえかというとこまで来てるよ。えぐ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 、結構えぐ。こう、ちょっと右側の真ん中で。オッケー、あいつちょっと早とちりね。よしよしよし、いい感じ、いい感じ、いい感じ。ナイス。おお、ナイス、オッケー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 。ここにあったな。オッケー、オッケー。だから、パブのね、打つ、その、なんだろう、コツっていうのはね、打つときにこうやってやる。横にこうやって上下とか、ね、横にね、横にこうやって動くとね、かなりダンス当たる、こうやってやると。なので皆さんもぜひやってみてください。多分ね、待って、やっぱ喋れない。やっぱ喋れない。危ない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 。すぐ回復。危ない危ない。ああ、ナイス。6か、大丈夫か。ワタアメが死ぬじゃん。で、10個取ったから大丈夫。OK、ナイス。とりあえず、こうやって打つじゃないですか。こうだね。こういう打ち方をすると、結構当たります。なので、ぜひともやってみてください。はぁ、パムマジ難しいよね。本当に俺難しいと思う。さあ、行きましょう。さあ、ということで、あと2回やっていきましょう。わーっさっていうね、下に打つという感じで。さあさあ、やって、ちょっと眠いでごわす。あ、飛んできた、でけえ。山田が飛んできた。あ、お前。お前が。ああ知らないうちに挟まれてるんで、こういう場合ですね、壁を使ってね、動いてください。で、こうすることによって、僕やられますんでね、はい。こうやってね、やることによってね、僕やられるんでね、はい。ぜひとも使ってみてください。はーい。ここ置きます。はーい。やばい、これは置く場所をミスったんで、ごわすじゃないですか、ごわす、ごわす。はぁ、疲れた。寝てないってこんなに。押し上げます、押し上げますって。俺が左下にいるプリモをやりに行きたいと思うよ。ウルト持ってるやん、こいつ。オーマイガー、山田が来た。オーマイガー、パブ、って感じですけども。まあそこまで壊してくれたらね、いけるんじゃないですか。まだやばいやばい。かなりやばい。いや、マジでやばい、マジでやばい。さすがにやばい。さすがに苦戦。さすがに苦戦してる。よいしょ。できるできるできる、絶対いける、絶対いける。マジか！もう。ハンム使いづれ、もう。やだ、銃はもうやだって。さあ。行きましょう。頑張るよ。もう今マッチングで寝てたから、まあ割といい感じになったかな。8ビットか。OK。ナイス。
モティスが怖い。いやー、オッケー。よーし、くれ。あれ、やりすぎたりした。オッケー、これはでかい。おっと、やばい、綿飴が動かん。俺が死ぬわけにはいかねえ。 OK、 チクチク攻撃。多分ね、近距離が強いと思ったけど、チクチク攻撃で良さそう。やば、やばい、やばくねえ。あー、もうやれ、ナイス、叩け叩け。あー、もう負けるの勘弁、しんどすぎ。取れるからな、衝撃。あぶねえ、死んでー、超しんどい。ちょっとタラのルート貯めないんでしなきゃ。あ、危ない危ない。オッケー、どんどん行きましょう。最高、マッチングが長いよー。よし、スキャンダルか。レオン。オッケー。出て、フリ。え、なんでそこ、どうやって死んだよ今。消えた。ああ、よかった、俺で。まだ俺でよかったな。いやー、飛ぶかも悩むな、これ。いやー、苦手なのか。オーケーです。やば、マジか。いやー、だるい。ます？いや、レオン強すぎ。オッケー、ナイスナイスナイス。あー、まあ5でもいいかな。頑張れ、ちょいピン。オッケーオッケー、5で帰れるのはまだナイス先生です。いや、なんでそこの真ん中におるの、わたあめ。いやー、飛べばいいのにな。飛べば多分8。やった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 。オッケー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 。いやー、火力高いて、レオンも黒も。危なっ。おお、 GG。 途中さ、綿飴さん真ん中でちょっとうろちょろしちゃってるやつか。あれね、正直良くないよね。だからちょっと後で綿飴に送ってね。後で言っときます。多分まあ、もっと俺のなんかこれめちゃくちゃ言うとなんか綿飴のせいみたいになってるから、じゃあんまり言わないですけど、なんか俺もまああったよ、ちゃんとそのダメなとこね。でもあそこで真ん中で行くと、ただウルトを溜めさせて、絶対ジーンとさ、クロウとレオなんてさ、範囲攻撃なんだからさ、当たんないわけないじゃん。だからウルトがね、溜まりやすいんですよ、ないの。しかも
リビ自体が円球じゃないから、あれに関しては絶対右から飛んだ方が良かったなっていう感じでした。はい。まあ俺他にもいろいろあったんですけども、そこまででもないかな。俺の中でのなんか、うわ、やったーっていうのは。ちょっと、エイム外したぐらいですかね。まあ、パム自体がちょっと押しづらかったから、まあ最初からクローに、行ってればよかったっていうのもあったかもしれないですけど、まあでも、あのね、ちょっと待って、もうこれ以上言うとさ、その渡辺のセミナーになっちゃうから言わないですけど、渡辺のところのやつと、でもその後に渡辺がちゃんといろいろキルして、ガムボールで倒せたんで、まあ結果笑いって感じでした。ということで。はい。なんか、また言うとね、すぐ人のせいにするっていうなんか変なコメント来るからね。それについては削除していこうかなと思います。というかもう、マッチング長すぎて今1時間8分ぐらいなんですよ、動画自体が。もうえぐい。カットするけどね。1000行こうとすると、そうそう、1000行こうとすると、あのね、カットがね、めちゃめちゃ多くなるのと、あとね、なんだろう、負けたらね、ほんともう、俺ほんとはね、負けたら取り直そうと思ったんだけど、逆にこういうのありかなと思って、今取り続けてるんで、ちょっと長い動画になってしまうんですけども、ちょっと、なんだろうな、そんなずっと何回も勝ててるわけじゃないなっていうのをちょっと言っておきたいなと、あとね、割と大変だよっていうのをちょっと見せたかったですね。多分カットしなすぎるとなんかトントン拍子で勝ってるから、楽に、なんだろう、トラゲしてるって思われるから、まあなんかそういうのがね、俺ちょっと嫌だかなと思って、今回はちょっと負けたところもちゃんとね、出しますという感じで、今回は、マッチング長いんで、ここらで。あと1回かな？頑張っていきましょう。さあラスト、これ勝てばという時にこの外役編成バチ声だね。これよっしゃ、行こう。真ん中が怖いな。だからエイザベスさあで入っちゃった。うわっ、危ねえ。もうこのすごいことやってるやつ結構入っちゃえばここで戦う俺は。いや危ねえ。ナイスナイスナイス、またダメです。よいしょーよいしょー、強い。オーライ、ここはちょっと押しちゃった方がいいね。バネに乗させない作戦だね。オーケーオーケー、ゴー。これで500くらいなんですよ。オーケー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 、倒せる。あれナイス、あと2個。これいけないな。上来い、チョケピ。あぶねえ。あぶねえ、超あぶねえ。わあ、もう壊すんじゃねえお前ら。やばい、弾幕張りすぎこいつら。えぐいえぐいえぐい。オッケー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 、ナイスナイスナイス。あぶねえ。ナイス。来い、カモン。オーケー、俺が取る。よーし。ラグイ、オーケー。GG かな、これ。さあ、頑張ってくれ。勝ちたいよ、これ。お願い。7、6、6、5、4、3、2、1、オーケー、GG よー。パムがやっと1000行きましたということで、ありがとうございます。本当にパム弱くて大変でした。いやもう大変大変、もうどうしようこれ。いやありがとうございます。ということで今回こんな感じで終わっていきたいと思います。チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。皆様、あ待って、コメントでね、さっき途中で出したクイズみたいなのもねやってみてください。ということで終わっていきましょう。皆様それではバイ。